大韓卓球協会が2020年東京五輪の際に南北合同チームを構成する問題について専門家の意見を集める。ひとまず大きい枠組みは、韓国側の選手たちに被害が及ぶならば難しいという立場だ。卓球協会は本日、競技力向上委員会を開き、東京五輪での合同チーム構成有無について論議する。 今回の会議は先月14日、海上南北連絡事務所で開かれた第二次南北体育文化会談で、2020年東京五輪の一部種目における合同チーム構成に合意した県に伴う後続措置だ。